脱の町脇町は吉野川の中流にあって、旅の心を休める歴史の香りあふれる町です。うだつの町並みとして知られる南町通りは、江戸時代から明治にかけて栄華を極めた豪商たちの屋敷が立ち並び、当時の佇まいを今に残しており、昭和63年には国の重要伝統的建築群に選定されています。この町並みはうだつにその特徴があります。うだつは最初は火災の時の防火壁として作られましたが、次第に装飾性が強調されて豪華になり、やがてはその家の隆盛を誇る象徴になっていきました。漆喰塗りの厚い壁で立ち上げられ、寄せ棟造りの本瓦葺き屋根を置き、鬼瓦を正面に向けた重厚な構えで、この地方独特のものです。